用具家統括委員長で YouTuber の麻生康氏51が14日、Twitter を更新し、参院懲罰委員会で全会一致で除名が決定したガーシー、東谷義和参院議員51に言及した。ガーシーは国会に登院せず、陳謝の場にもドタキヤンしたことで、この日、懲罰委は除名を決定。15日の参院本会議で、出席議員の3分の2以上の賛成で議員を失職する。麻生氏は、昨年、ガーシーの BTS 詐欺騒動の際に40霊園を建て替えて、以来、進行を重ねていた。麻生氏は、ガーシー議員除名だと、アホか日本はアホばっかり。除名したの議員たちも有権者の投票によって選ばれた代表者たちだから。尊重はするが、日本の政治は100年遅れとるわと、怒り心頭だ。続けて、世界平和がまた遠のいたわ。僕は選挙権もないし、何の力もない。ただ、自分の無力さが悔しいと除名の流れに抵抗できなかったことを嘆いていた。